核兵器、核兵器、核兵器は核分裂の連鎖反応、または核融合反応で放出される膨大なエネルギーを利用して爆風、熱放射や放射線効果などの作用を破壊に用いる兵器の総称。原子爆弾、水素爆弾、中性子爆弾等の核爆弾、核弾頭とそれを運搬する運搬兵器で構成されている。核兵器は 生物兵器、化学兵器と合わせて NBC 兵器、または ABC 兵器と呼ばれる大量破壊兵器である。一部放射能兵器も含めて核兵器と称する場合があるが、厳密には放射能兵器を核兵器に分類するのは誤りである。核兵器は人類が開発した最も強力な兵器の一つであり、その爆発は一発で都市を壊滅させることも、 可能である。そのような威力ゆえに、20世紀後半に配備数が増えるにつれかく戦争の脅威が想定されるようになり、単なる兵器としてだけではなく、国家の命運、人類の存亡にも影響するものとして、開発、配備への動きのみならず、規制、廃棄の動きなど様々な議論の対象となってきた。また、実践使用されたのが、アメリカ合衆国による、 第二次世界大戦における二発、広島、長崎のみであり、使用ではなく、主に配備による抑止力として、その意義が評価されている側面を持つ。核兵器は、核分裂を主とする原子爆弾と、核融合を主とする水素爆弾の大きく二つに分類される。原子爆弾は大威力化に限界があり、水素爆弾の方が、最大威力は大きくすることができる。 また、兵器の形態としても、開発当初は大型航空爆弾のみであったが、プルトニウム型の場合高度な製造技術を必要と、する反面、小型化が可能でありミサイルや、巨雷の弾頭、砲弾までも様々なものが開発されている。1930年代、中性子による原子核の分裂が連鎖的に行われれば、 莫大なエネルギーが放出されると仮説が立てられていた。オットー・ハーンによるウランの核分裂の発見を経て、1939年、シュラード、エンリコ・フェルミ、クレデリック・ジョリオイコール・キュリーの3グループは、ウランの中で中性指数が増倍する現象を発見し、これによって連鎖反応が可能になることを示した。それを受けて、各国で原子炉の開発が開始された。 当初は必ずしも兵器目的ではなかったが、この年の9月に第二次世界大戦が勃発すると、核分裂の巨大エネルギーを兵器として利用する原子爆弾の可能性が活発に議論されることになる。1940年5月3日付の理研の西名、吉尾と東京帝国大学理学部科学科の木村健次郎等の論文に、ウラン238に、 高速中性子を照射した実験において、今では核兵器の爆発によって生成することが知られいる。ネプツニウム237を生成したことが記され、同年、米国の物理学史フィジカルレビューに掲載された。また、同実験では、1回の核分裂で10個以上の中性子が放出され核分裂連鎖反応を伴うことが知られている。 対象核分裂による生成物が生成されたことがフィションプロダクッツオブウラニウムプラダストバイファーストニュートロンズと題して同年7月6日付の英国の学術雑誌ネーチャーに掲載された原爆の秘密裏の検討は連合国側数軸国側ともに行われていたとされる中華人民共和国国土主原部中国地質調査局は 公式ウェブサイトに2015年9月6日付でズタズタになった3がチリ散リにされた金歴史資料から見た地質分野における日中戦争と題て1939年から1940年日本は中国の遼寧省安山市海上地区でウラン港を発見しその後日本で核兵器を製造して実験を進め ウラン港の洞窟と東京への空輸を始めた。ということを掲載している。この時代で原爆開発を組織的に最も推進できたのはアメリカ合衆国であった。当時のアメリカにはドイツのナチスのユダヤ人迫害から逃れてアメリカに移民した優秀な科学者が大勢おり、その一人のレオ・シラードが1939年8月にアインシュタインの署名を得て、 ルイズベルト大統領に核連鎖反応の実現への協力とヒトラーの核保有の危険性を訴える手紙を送った。これがアメリカの原爆開発に至る最も早いきっかけとなった。その後、1941年10月にウラン爆弾が実現可能であることを伝える報告書がイギリスのモド委員会からもたらされ、1942年6月に 原子爆弾の秘密開発プロジェクト、マンハッ発イ計画が開始された。ウランロウシクプラントプルトニウム生産路の核、巨大工場の建設、そして、オッペンハイマーが率いるロスアラモス研究所には、優秀な科学者を全米から集め、アメリカの軍、産、学の総力を挙げた国家プロジェクトとなった。最初の原爆は1945年7月16日に、完成、 そのうち一個、ガジェットによりアラモゴードの砂漠で、世界最初の原爆実験を施した。残りの二つの原爆が日本に投下された。世界初の原子爆弾の実施用は、1945年8月6日午前8時15分に、広島に対して濃縮ン型原爆リトルボーイの B-29 エノラゲーからの投下で実行された。 ついで1945年8月9日午前11時2分には、長崎に対して、プルトニウム爆縮型原爆ファットマンが B-29 ボックスカーから投下された。原爆投下により、両都市は一瞬にして壊滅し、数十万人が無差別に殺害された。原爆炸裂によるキノコ雲の頂点は 17km と、清掃圏に達し、 雲からは放射性物質を含む黒い雨が 30km の範囲に降り注ぎ、被爆の人的被害を拡大した。原爆の成功に軍当局は喜んだが、原爆使用の実態が明らかになってくると世界は震撼し、原爆開発に関係した科学者からも原爆反対の声が上がっていくことになる。核の力によるアメリカの単独派遣は、 想定通りとならなかった。予想以上に早く、1949年にソ連が原爆実験に成功したからである。これ以降、世界は核の均衡の上の冷戦の時代に突入する。なお、ソ連の原爆開発には、CFR、外交問題評議会メンバーであり、ルーズベルト政権の諸務長官兼任大統領、 主席補佐官であったハリー・ホープキンスが意図的にソ連に原爆技術を移転したというレイジー・ジョーダン、少佐のアメリカ議会委員会での先誓供述がある。冷戦時代にはアメリカ合衆国とソビエト連邦の間で核兵器の大量製造、配備が行われた。1952年にイギリス、1960年にフランス、 1964年に中国、1974年にインドが原子爆弾を開発、保有した。1952年にアメリカ合衆国、1955年にソビエト連邦、1958年にイギリス、1967年に中国、1968年にフランスが水素爆弾を開発、保有した。核兵器の量は、 地球上の全人類を滅ぼすのに必要な量をはるかに上回っていた。各兵器保有国は最盛期にはアメリカ合衆国は1966年に約3万2000発、ソビエト連邦は1986年に約4万5000発、イギリスは1981年に350発、フランスは1992年に540発、 中国は1993年に435発、5カ国合計で1986年に約7万発を保有していた。また、核による先制攻撃を通じて、相手国に致命的なダメージを負わせ、戦争に勝利するという戦略を不可能にするべく、相手国の攻撃を早期に探知し、報復するためのシステムが構築された。この戦略は、相互拡張破壊。 ミュッチリー・アシェアド・ディストラクション、マットと呼ばれ、冷戦機の核抑止をめぐる議論で重要な役割を果たした。また、核兵器の小型化に伴い冷戦機には、戦略的な使用のみならず、戦場などで使用される、戦術核兵器も開発され、同時代のミサイルの信頼性の低さを補うための、対空核ミサイル、潜水艦を確実に沈めるための核魚雷、 敵部隊を一撃で殲滅するための核砲弾など、ありとあらゆるものの核兵器化が行われた。戦略爆撃機、弾道弾搭載原子力潜水艦、SSBN、大陸艦弾道弾、ICBM の三つは、戦略核の三本柱、トライアドと言われた。冷戦期には、核兵器管理に関連して、ブロークンアロー、核兵器の紛失、落下事故も、問題となった。 パロマレス米軍基墜落事故や中列空軍基地、米軍基墜落事故を参照。核兵器の大量使用の後には、地表は放射性物質で汚染され、また放射性物質を含む灰、放射性効化物が降ることになる。巻き上がった灰によって日光が遮られ、地表の気温が低下し、植物が枯れ、人間が生存できない環境になることが指摘された。このような状態は、 核の冬と呼ばれる。この核の冬を生き延びるための手段は用意されなかった。爆心からある程度離れた地点で核爆発時の熱、爆風、放射線を逃れ、核爆発後の放射能の減衰を待つための核シェルターと呼ばれる地下施設が考案されたのみである。このように核兵器を使用すること自体が人類の絶滅に直結するため、 核兵器の使用につながる戦争を抑止できるとされる。核兵器の恐怖や核戦争のリスク、放射線による殺傷の残酷さなどは知識人、作家、政治家、政治活動家、一般市民など多くの人々の関心を読んだ。そのため反核運動が生まれた。一方で核兵器を廃絶することで通常兵器による戦争が誘発されるため平和のために 核抑止力を維持すべきとの主張も見られる。アメリカ合衆国とソビエト連邦は1991年7月に第一次戦略兵器削減条約を締結し核兵器の削減が進んでいた。ソ連崩壊後も現在のロシアが戦略兵器削減条約を引き継ぐ形で進行ていた。しかし、 第二次戦略兵器削減条約は1993年に条約を締結したものの発効せず、第三次戦略兵器削減条約の交渉も不調となった。2001年に第一次戦略兵器削減条約が定めた廃棄が完了し、2002年のモスクワ条約では核兵器の配備数の削減を削減、廃棄は義務付けず保有は容認を定めた。 2009年1月に就任したオバマ大統領は核兵器軍縮政策の最終目標として核兵器保有国の協調による核兵器の廃絶を掲げアメリカ合衆国とロシアは2010年4月に第4次戦略兵器削減条約を締結したソ連崩壊後は経済情勢の悪化や汚職の蔓延に伴う管理体制の不備から ロシアから第三国への兵器の流出、あるいは技術者の流出が増加しているとされる。かつての核大国以外での核兵器の使用、ご使用などのリスクは、冷戦時代とは違った意味で増大している。これらのことから、自国の安全という核抑止論で配備された核兵器が安全を脅かす存在そのものとして、世界各国に散らばり、さらに、それらに対する安全として、 さらに増加し、全世界を巻き込む騒動の火種となりつつあることを示している。1998年にはパキスタンが原子爆弾を開発、保有した。近年ではカシミール地方の領有権をめぐるインドパキスタンの国境紛争が核兵器の使用につながる可能性があると懸念された。また北朝鮮は体制維持を目的に、 近隣他国に対する交渉手段として核兵器の開発を継続し、2006年10月9日、2009年5月25日、2013年2月12日に核実験を実施した。核兵器の計画時から現在までの核兵器の開発、保有、使用に対する管理、規制、反対、廃絶などの動きには以下がある。 第二次世界大戦中の原爆使用に反対する動きはフランクレポートがあり第二次世界大戦終了後にはパグウォッシュ会議などがある1959年の南極条約以来各地域で比較地帯が条約で設定された一部の条約は核保有国も参加している核実験の制限には1963年の 部分的核実験禁止条約があるが、地下核実験を含め禁止する1996年の包括的核実験禁止条約は2010年現在でも発行していない。ただし、臨海全核実験はいずれの条約でも禁止されていない。核兵器の拡散防止では1968年に国連総会で核拡散防止条約が採択された。 これは、アメリカ合衆国、ソビエト連邦、イギリス、フランス、中華人民共和国、五大国のみを国際的に認められた核兵器保有国として、核軍縮義務を規定し、他の非核兵器保有国の核兵器保有を禁止し、核の平和利用に限定するものである。2000年以上の核実験主要な核兵器保有国間であるアメリカ合衆国とソ連は、 1969年から戦略兵器制限交渉が行われ、1972年には第一次戦略兵器制限交渉及び弾道弾、迎撃ミサイル制限条約、ABM 役が締結されたが、後継の第二次戦略兵器制限交渉はアフガニスタン侵攻に反発するアメリカ議会により、批准されずに無効化した。1982年からは、 戦略兵器削減条約が開始され、1987年には中距離核戦力全廃条約が締結され、1991年に両国政府が相互査察により条約の履行を確認した。1991年には第一次戦略兵器削減条約が締結され、2001年に両国政府が相互査察で条約の履行を確認した。 1993年には、後継の第二次戦略兵器削減条約が調印され、アメリカ上院は批准したが、ロシア議会が批准せず、1997年に、米ロ両国政府が、条約の履行時期の2007年への延期と、ミサイル防衛システムの配備を制限する追加議定書に署名し、ロシア議会は批准したが、アメリカ上院が批准せず条約は発行しなかった。 2001年にはミサイル防衛を推進するアメリカによって弾道弾迎撃ミサイル制限条約の破棄が行われたためロシアは第2次戦略兵器削減条約を実行しないと表明した。2002年にはモスクワ条約が締結された。2010年には第4次戦略兵器削減条約が締結された。 国連総会では1994年から2012年まで19年連続で核兵器廃絶決議を採択している。2009年はアメリカ合衆国が初めて共同提案国となった。2009年にアメリカ合衆国のバラク・オバマ大統領はアメリカ合衆国大統領としては初めて核廃絶に向けた核兵器のない世界、核なき世界の演説を行い、 ノーベル平和賞を受賞した。しかし米国は核兵器を保有し続けることを厳明した。ロシア、中国も核放棄を否定した。2012年には核兵器廃絶決議は184カ国の賛成で採択された。2010年4月にはアメリカ合衆国政府とロシア政府は第一次戦略兵器削減条約から さらに核弾頭と運搬手段を削減する第四次戦略兵器削減条約に署名した。また、ある地域において核兵器の実験、使用、製造、生産、取得、貯蔵、配備等を禁止する条約が締結されることがあり、この条約を結んだ地域は比較地帯と呼ばれる。こうした比較化条約の講師となったのは1967年に、 メキシコシティでラテンアメリカ諸国によって締結されたラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約トラテロルコ条約であり以後1985年には南太平洋非核地帯条約ラトロンガ条約がオセアニア諸国間で1995年には東南アジア非核兵器地帯条約バンコク条約が東南アジア諸国間で1996年には アフリカ非核兵器地帯条約、ペリンダバ条約がアフリカ諸国間で、そして2006年には中央アジア非核兵器地帯条約、セメイ条約が中央アジア諸国間で、それぞれ締結され、南半球を中心に広大な非核地帯が地球上に広がることとなった。実際問題として、核兵器は積極的な使用が困難な兵器であり、 その存在意義は防衛上あるいは戦略上のものとなる。特にアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国といった大国は主に戦略的な目的のために核を保持している。一方、パキスタンや北朝鮮のような比較的軍事的に脆弱な国は最後の安全保障として核に頼る考えを持っている。韓国や台湾、イラクなども同じ思想を持っていたが、 韓国、台湾はアメリカの説得、工作により、イラクはイスラエル軍による原子炉破壊、イラク原子炉爆撃事件により、それぞれ開発を断念した。また、北朝鮮のように核カードを切って、情報を導き出そうとする国家も存在する。イスラエルはこの中間で、軍事力はアメリカの援助もあってかなり強大な部類に入るが、中東紛争の切り札として核を 保有の事実を明確にしていないことも含め重視している。これらの一応は合理的な本来の目的のほかに国威公用を目的として核開発を行う場合も少なくない。究極的な軍事的自立を目指せば核が必要になり、核という先端技術そのものも宇宙開発同様国民の自尊心商用の手段になると考えられるからである。 これは一部の強硬な核武装論者の主張でもある。南アフリカ共和国は核兵器を開発、配備しながら廃絶したことを公表した唯一の国である。蒸気のことを背景に核兵器が最終兵器と呼ばれることもある。2014年クリミア危機においてロシアが核使用を準備したことを示唆したり、北極圏の島や北方領土を含む千島列島が 攻撃され戦闘が発生したという過程の元核兵器の限定的先制使用の可能性を定めした演習を同じくロシアが行うなど局地的な戦闘においても積極的な核兵器の投入を想定したケースは存在している。アメリカ合衆国は2018年2月2日核戦略見直しを発表し小型核兵器の開発、打ち出した。 核兵器が一度炸裂すると非常に被害が大きくなるためむしろこの被害の大きさが使えない兵器としてしまっているという考え方があり核兵器を小型化すれば使える兵器となるという考え方があるとも言われている日本は第二次世界大戦中に原爆開発の理論研究を行っていた広島市と長崎市への原子爆弾投下を一つのきっかけに日本は降伏した 1958年に山田ひそなりが愛務事務次官は防御的な核兵器を保有するオプションについて外務省内で検討していると中日アメリカ合衆国大使のダグラス・マッカーサー2世に伝えていたこの核兵器はソビエト連邦からの侵攻に対する備えとして死体空ミサイルに搭載するとされていた大使はジョン・フォスター・ラレス国務長官への電報において 日本世論の強い反核感情を考慮すると、首相の岸信介と外相の藤山愛一郎は、現時点では政策の変更をする段階にないだろうと、コメントしている。若泉隆氏は1964年の中国による核実験直後に、中京の核実験と日本の安全保障と題するレポートを内閣調査室、現在の内閣情報調査室に提出した。は、 日本は核武装はしないという国税を貫いた上で原発開発や国産のロケット開発により潜在的な核兵器能力を保持するべきであると主張した。1968、1970年には内閣調査室が二部構成の日本の核政策に関する基礎的研究を1969年には外務省が我が国の外交政策大綱を 国秘報告書として作成しており、それらの中でも核兵器製造の経済的、技術的ポテンシャルを常に保持する外交政策大綱と指摘されていた。第二次大戦後の日本政府は、日本は戦争における世界で唯一の被爆国として原子力は平和利用に限定し、核兵器拡散防止条約を批准し、国際原子力機関の査察を受け入れて、 非核三原則を国示とした。また1994年以降は、国連総会に16年連続で、核兵器廃絶決議案を提出している。日本は、日米安保条約に基づき、アメリカによる核の傘を提供されている。また、非核三原則の一つである、核兵器を持ち込ませずについては検証する手段がなく、日米両政府は秘密裏に、 核兵器持ち込みを認めていたことも分かっている日米核持ち込み問題。2006年12月25日に産経新聞は日本政府が核兵器の国産可能性について都の資料を作成していたことを報じた。この資料の中では1から2年の期限で核兵器を国産化することは不可能で、あ、国塩原則路の建設が必要で、 小型爆弾を試作するまでに最低でも2000億円3000億円の予算と技術者数百人3から5年の期間が必要で核実験せずに開発するとなると費用と期間はさらに増えるとれている核拡散防止条約において核保有国による核兵器の国際管理が提唱されたがこの条約に反して非核保有国が核兵器を保有していくことを核拡散という ただし核拡散防止条約は条約である以上、脱退も認められている。核保有国からなる核クラブ、原子力供給国グループの国々では、包括的核実験禁止条約に同意しているか、田舎に関かかわらず他国の新たな核兵器保有を認めていない。特にアメリカが主衆国を中心に地球規模での核開発阻止政策を推し進めており、 そういった核クラブ国に証拠をつかまれずに核弾頭の生産や運搬手段である弾道ミサイル、巡航ミサイル等の開発、運用を継続するのは困難な状況といえる。核物資や核に関する技術と装置は、たとえそれが平和利用を目的とする原子力発電用のものであると主張しても、国際原子力機関の厳しい監視下でしか導入は許されない。 一部の国が平和利用を謳いながら核兵器開発に使用するのではないかと常に疑いを持たれており、国際的な核問題の中心課題となっている。核兵器は極めて密集した部分に多大なエネルギーを集中することが可能であり、この性質を利用した平和利用も模索されている。例えば、NASA は地球のすべての生物にとって脅威となり得る小惑星の軌道を変える。 核弾頭を搭載する宇宙船の設計を進めてきた。地球に小惑星、巨大隕石が衝突する可能性が生じた場合、現在想定可能な回避手段は核兵器の利用しかない。ただし、小惑星を爆破させる場合単に採別するだけでは、再び重力によって集合してまうので、個々の破片の軌道を発砲に逸らす高度なシミュレーションを必要とする。 小惑星の大きな破片が発砲に飛散する状況は大変危険であるので現実的な方法は小惑星の破壊を最小にして軌道を衝突が防止できる程度までわずかにずらすことである。また、かつては核兵器を巨大な葉っぱと捉え大規模な土木工事に応用することも検討されていた。平和的核爆発と呼ばれるこの計画はアメリカ、 ソビエト両国で検討並びに実験が行われ、特にソビエトでは積極的に使用が検討されていた。この両国以外にも第二パナマ運河計画やクラチ共運河計画などで使用が検討され、エジプト西部のカッターラ低地人口補計画では詳細な件が行われたことがあるが、すべて放射能汚染の器具により中止された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。